エレトリア学派は、もともとはエリス学派といい、エリスのパイドンが設立した哲学の学派。後に、パイドンの弟子、メネデモスによって、エリスからエレトリアに場所を移した。メモデネスの時代が終わると滅びてしまい、その競技についてはほとんどわかっていない。パイドンは、ソクラテスの弟子だった人物で、プラトンの対話編、パイドンにその名を残しているが、その対話から、 パイドンの競技を推論することは不可能である。一方、メモデネスは、パイドンの弟子になる前は、メガラ学派のスティルポーンの弟子だった。それで、後世、エレトリア学派の意見は、メガラ学派の意見と関連付けられることが多かった。エレトリア学派のメモデネスの友人、同僚には、プレウスのアスクレピアデスがいた。メガラ学派同様、エリス、エレトリア学派も、禅の特性を信じ、 徳が複数あることや、善と真理の間に差異があることを否定したようである。キケロによると、エリス、エレトリア学派は、心の中と真理が識別したものによる心の鋭さの中に、すべての善を一致づけたという。また、エリス、エレトリア学派は、真理は、否定命題で推論できず、肯定命題や単純命題によってのみできるとしたと、いう。ありがとうございます。